じゃじゃん。働く車のパトロールセットだよ。ここから開けて、取り出して、こんな感じのセットが入っていて、これは何かな？これはライトかな？夜の警備をするときのライトだね。光を当てていくよ。そして、これが、徐行のマークだね。徐行のマーク。そして、これが、50キロ規制だね。速度を50キロに規制する。それから、これが、パトロール中の看板だね。看板がとてもたくさん入っているよ。そして、これが、働く車のパトカーだね。ポリスって書いてあるよ。そして、車輪もちゃんと動くようになっていて、中は運転席もちゃんとこんな感じで作られているね。そして、パトランプもある。これがパトロールカーだね。そして、もう一台、これは、赤十字のマークがあって、アンビュランスって書いてあるね。これは救急車。救急車だよ。この救急車の中は、こんな感じで、平べったい、長い、寝るところかな。そんなところが置いてあったり、いろんな道具が入っているっぽいね。そして、これもちゃんと、こう、車輪が動くようになっているよ。そして、まだまだあって、これはドラム缶かな？これ、警視庁って書いてあるドラム缶みたいなものが入っていて、そして、この隣にも、同じだね。これ、警視庁って書いてあるドラム缶。これは何に使うのかな？そして、これが、止まれのところがこうやってついている。こうすると、こんな感じで、検問するときに、こうやってマークにするんだね。止まれっていうマークが出てきたよ。それから、これは、ヘリコプターだね。ヘリコプター。こうやって、よいしょ。くるくる、くるくる、回る。ヘリコプターも息吐いていたよ。